ある日の見舞いの日、俺と祐介が帰りかけた時、彼女は辛そうな表情で言った。祐介。何、母さん。実は、あなたに黙ってたことがあったんだけど。黙ってたこと？そう、実は私、あなたの本当の母親ではなかったの。あなたには言わなきゃ、言わなきゃとは思ってたんだけど、言えなかったの。知ってたよ。祐介は大学入学のために戸籍謄本を見たときに、初めて彼女が実の母親ではないことを知ったのだった。母さんが雨の日も風の日も毎日保育園に見に来てくれていたことを知っていたよ。その時、僕は誰よりも幸せだと思ったんだ。ごめんね、本当のことを言えなくて。少しでも長くあなたの母親でいたかったの。たとえ血がつながっていなくても、僕は母さんと父さんの子で幸せだよ。俺の名前は神崎智也、28歳。弁当屋でアルバイトをして生計を立てているしがない男だ。俺はもともと勉強は嫌いではなかった。国立の大学もそこそこの成績で卒業できた。卒業後、大学時代に組んでいたバンドでメジャーデビューを目指してみんなで上京。しかし、音楽の世界はそんなに甘いものではなかった。5人いたメンバーも1人、2人と辞めていき、俺たちのバンドは解散。俺も自分の実力にすっかり自信をなくしてしまった。今はというと、コンビニのバイトで食いつないでいるというありさまだ。女性にモテるわけでもなく、音楽以外に趣味があるわけでもなかった。バイトの時間以外はもっぱら暇を持て余し、アパートで音楽を聴いたりしてダラダラと過ごすことが多かった。そんなある日、ピンポンと部屋のチャイムが鳴った。ドアを開けてみると、そこには35歳くらいの女性が立っていた。俺は突然の訪問者に動揺を隠せなかった。こんにちは。どちら様ですか？こんにちは。お忙しいところ申し訳ありません。ご挨拶に伺いました。隣の202号室に越してきた白石と言います。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。俺は神崎って言います。ここら辺に長く住んでいるので、何かわからないことがあったら言ってください。はい。俺は気になった。女性は顔をうつむけて、俺と目を合わせようとしなかった。暗いせいか、細い声からは生気を感じられなかった。挨拶が終わった後、俺は少し怖くなった。あんなに暗い顔をして病気か？それとも自殺でもする気じゃないだろうか？変な妄想が俺の頭を駆け巡った。だがしばらくすると、そんなこともすっかり頭から離れていた。いつの間にか白石さんの玄関には白石と書かれた木の表札が下げられていた。そして何日かが経った。俺はいつものように弁当屋でもらった消費期限間近の弁当を片手に、たまにはいつもと違う道で帰ろうと公園を通るルートで帰ることにした。公園の真ん中には大きな噴水があり、その周りは広場になっていて、小さな子供たちが遊ぶ声が聞こえていた。公園内にはお菓子やジュース、簡単な軽食などが売られている売店があったり、公園の端には図書館や花屋、結婚式の二次会で使われるようなレストランもあった。何より俺のお気に入りのコースは、公園の中央から端に向かうバラ園を通るルートだ。バラが満開の頃は、バラの良い香りが漂い、ひとときの癒しをくれるのだ。久しぶりにバラ園に来て、一休みしようとベンチに腰掛けた。俺はハッとした。隣のベンチには、隣に住む白石さんが座っていたからだ。彼女の表情を真正面から見たわけじゃないが、表情は相変わらず暗く見えた。背中を丸め、時々頭を抱えるような仕草をした。俺は思い切って話しかけてみた。お久しぶりです。
隣に住んでいる神崎です。白石さんはこのバラ園によく来るんですか？僕はここが大のお気に入りスポットなんですよ。バラの香りもいいし、バラの美しさを味わうこともできるし。彼女は俺の声が聞こえていないかのようにうつろな表情をして何も答えなかった。俺に対して早くどこかへ行ってほしい、そういう態度にも受け取ることができた。俺は彼女に近づいて初めて気づいた。それは彼女の異常な痩せ具合と腕に無数のあざがあることだ。失礼なことを言って申し訳ありませんが、白石さん、きちんと食事食べてますか？それと何か悩み事でもあるんですか？すると彼女は急に両手で目を覆い泣き出した。俺は彼女が泣いた理由がわからず、ただ戸惑うだけだった。俺は彼女の座っているベンチの隣に座って泣き止むのを待った。それからどれくらい経っただろうか。ごめんなさいね、ちょっと精神的に参ってるの。もし俺なんかでよければ相談に乗りますよ。何があったか話してみてくれませんか？彼女は話そうか迷っているようにも見えたが、静かに俺に語り始めた。私には子供がいるの。6歳の男の子よ。だけど最近になって主人は金遣いが荒く、何人も女を作って機嫌が悪いと私に暴力を振るってくるようになったの。最低な男ですね。だから私は離婚をしてくださいと切り出したの。だけど主人は離婚に応じてくれようとはしないんです。どうしてですか？子供は俺が育てると言い出したの。私に子供を養う経済力がないことを理由に。それは辛いですね。子供と引き離されてから気持ちがどんどん弱くなって、料理や部屋の掃除、その他の家事もできなくなって、もう私には生きる望みがないんです。それは白石さんが悪いんじゃないですよ。旦那さんが悪いんです。きっとお子さんはお母さんに会いたがってると思います。だから強く生きなきゃいけません。食事もきちんと食べないと倒れちゃいますよ。しっかり食べてください。俺はビニール袋に入れてあった弁当を彼女に手渡し、うちの弁当おいしいってここらでも評判なんで、食べて精をつけてください。俺は消費期限間近の弁当を渡した。ありがとうございます。お気持ちだけ受け取っておきます。だってあなたの食べる分が。俺は彼女の言葉を遮り、残り物でもよければ毎日家に届けますよ。お隣さんのよしみもありますし。いいんですか？それじゃあお言葉に甘えていただいてきます。本当にありがとうございます。それともう一ついいですか？何でしょう？白石さんのお子さんどうしてるか一緒に見に行きませんか？え？今の白石さんに気力を与えることができるのはお子さんだけだと思うんです。白石さん一人で会いに行くのが心細ければ、俺も一緒についていきます。彼女はベンチから立ち上がり、一緒に行ってくれるんですか？嬉しいです。そして何度もありがとうございますと繰り返した。彼女の子供は保育園に通っていた。俺は午後からバイトがあるため、午前中に彼女と子供を見に行くことが多かった。我が子をフェンス越しに隠れるように見つめる彼女の目はいつも潤んでいた。それからも毎日のように子供を見に保育園の近くに通った。ある日子供の声で目が覚めた。耳を澄ましてみると、白石さんの部屋の方から聞こえた。聞き覚えのある子供の声だ。俺は寝巻きのまま彼女の部屋の前に行き、ドアのチャイムを鳴らした。するとそこには笑顔の彼女と、彼女の後ろに隠れるようにしがみついている男の子の姿があった。おはようございます。ほら、ゆうすけも挨拶なさい。お世話になっているお隣のお兄さんよ。
ゆうすけは母親の後ろからひょっこり顔を出して。おはようございます。白石ゆうすけです。と、照れくさそうに挨拶した。おはよう。俺はすべてをまだ把握できずにて、ぎこちない挨拶になってしまった。白石さん、どうしてゆうすけくんがここにいるんですか？ゆうすけくんはご主人のもとにいるんじゃなかったんでしたっけ？どうしてもゆうすけと暮らしたくて、ゆうすけを連れてきたんです。大丈夫ですか？もしご主人に居場所がバレたら大変なことになりますよ。それも覚悟の上です。私はゆうすけと一緒に暮らしていきます。わかりました。そこまで覚悟ができているならとやかく言いません。俺もできる限り二人の生活を守っていきます。わーい、やったー。今日からママと一緒に暮らせる。嬉しいな。ゆうすけは大はしゃぎで喜んだ。それから彼女はみるみる元気を取り戻した。俺たちはお隣さんという縁もあり、よく遊びに行くようになった。はじめは近くの公園くらいだったが、最近ではお泊まりでディズニーランドに行くほど親しい関係になっていた。ゆうすけは素直で優しい子だった。そして彼女もとても素敵な女性だった。こんな家族ができれば俺も幸せなのになぁと、いつの間にか俺は意識し始めていた。そして俺はいつの間にか彼女のことを好きになっていた。そしてある冬の寒い日だった。俺たち三人はあのバラ園のある公園へ来た。噴水は枯れ、もちろんバラも咲いてはいない。街灯だけが俺たちを照らしていた。俺たちはベンチに腰を下ろした。そして俺は立ち上がり、彼女を前にしていった。俺は君のことが好きだ。俺は君とユウスケを何としてでも守っていく。だから俺と付き合ってほしい。嬉しいわ。私もユウスケもあなたのことが好きよ。だからこれからもよろしくお願いします。ユウスケは二人の手を取って握り合わせた。僕たち家族みたいだね。ユウスケお兄ちゃんのことこれからパパって呼んでもいい？もちろんいいよ。少しずつ本当の家族になっていこうね。うん。俺たちは三人で暮らせるように少し大きなアパートに引っ越した。俺たちは幸せの絶頂にいた。しかしそんな幸せも長くは続かなかった。ユウスケの本当の父親が俺たちの居場所を突き止め、アパートに乗り込んできたのだ。チャイムを何度も鳴らしてドアを蹴る音がする。おい、開けろ、出てこい、この泥棒猫め。ドアを蹴破る勢いだったため、俺はドアを開け、ユウスケの本当の父親と対峙することにした。誰だお前は？俺は二人の父親だ。へっへっへっへ、何言ってやがる。二人の父親は俺ただ一人だ。部屋の奥では彼女とユウスケが体をガタガタと震わせている。お前なんて父親でも何でもない。俺たち三人でいた方が幸せになれるんだ。何勝手なことを言いやがる。ユウスケの父親は俺に向かって殴る蹴るの攻撃をしてくる。そしてその時だった。やめて、パパをいじめないで、お願い、痛いことしないで。ユウスケは俺の前で両手を広げ立ちふさがった。何言ってるんだユウスケ、お前の父さんは俺だぞ。違うもん、僕のパパは。と言ってユウスケは倒れていた俺を守るように覆いかぶさった。そして彼女は言った。養育費や慰謝料はいらないから、ユウスケを私に返してちょうだい。離婚してください、お願い。彼女はそう強く言った。その気迫に押されたのか、ユウスケの父親は、どうやら俺の負けらしい。そこの兄ちゃん、二人を幸せにしてやってくれよ。と言って去っていった。
後日離婚が成立した。俺たちは結婚し、晴れて本当の家族になることができた。俺もアルバイトから店長になり、ユウスケを大学に入れることができ、それなりの暮らしができるようになった。その矢先だった、彼女に大腸がんが見つかった。がんは全身に転移していて、もう手の施しようがなかった。彼女は日に日に衰えていった。俺とユウスケは毎日見舞いに行った。ある日の見舞いの日、俺とユウスケが帰りかけた時、彼女は辛そうな表情で言った。ユウスケ。何、母さん。実はあなたに黙ってたことがあったんだけど。黙ってたこと？そう、実は私、あなたの本当の母親ではなかったの。あなたには言わなきゃ言わなきゃとは思ってたんだけど、言えなかったの。知ってたよ。ユウスケは大学入学のために戸籍謄本を見たときに、初めて彼女が実の母親ではないことを知ったのだった。母さんが雨の日も風の日も毎日保育園に見に来てくれていたことを知っていたよ。その時、僕は誰よりも幸せだと思ったんだ。ごめんね、本当のことを言えなくて。少しでも長くあなたの母親でいたかったの。母さんはずっと僕のお母さんだよ。たとえ血がつながっていなくても、僕は母さんと父さんの子で幸せだよ。ユウスケ。俺は抱き合い涙してる二人を後ろから大きく抱きしめた。そして数ヶ月後、長く苦しかった闘病生活を終え、母親は天国へと旅立った。そしてユウスケも大学を卒業し、俺はまた一人の生活に戻った。しかし、あの頃の一人の生活とは違う。彼女とのかけがえのない思い出もあるし、立派に育ったユウスケもいる。俺は彼女の墓の前に来た。もしも彼女と会えたら。ナナ、きっと君を愛したことをいつまでも忘れない。ユウスケのことは俺に任せろ。と伝えるだろう。墓の前で手を合わせている俺の目からは、一筋の涙がこぼれ落ちた。最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。